まずスタジアムはドドンと立ってて、町の特産品、チューリップが新潟特産品なんですけど、スタジアムで特産品に触れることができるっていうのはすごいめちゃめちゃいいなと思います。あとはキックオフ4時間前からめっちゃ皆さんサポーターの方が集まっててすごい素敵やなって思います。